はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、アールです。ディープリズムですね、よろしくお願いします。今リンダキューバーゲインと並行してやってる感じ。あ、ちょっと画面大きくしようかしますが、よろしくお願いします。どちらもね RPG、 あ、こっちでもなんかあるんだ。なんだ、なんだ、人がいる、まあ、人がいるだろうけど。帰りなベイビー、ここは女子供の遊び場じゃあね。男と男が熱きソウルをぶつけるバトルフィールド確かにな、あんた何なの、知りたいか、ならば教えてやるぜ。どこにでもいる、ある時はさすらいの武器職人、ああ、またまたある時は天下無敵の剣士、ロッド・ザ・ブレードスターとは俺様のことよ。ブレードスターとジョニー・ウルフ、かわいいね、俺様のベストフレンドだ。ああ、武器職人で剣士、犬しか友達がいないんだ。本職はどっちなの？どちらとも言えねえな。自分でクリエイトした武器の性能を確かめたくて俺様はバトルをする。グレートなライバルとバトルしてから俺様は武器をクリエイトする。こいつはグレートですよ、俺様のソウルが燃えるのさ。一つに絞る気はねえな。なるほど、本業も副業もないと。面白そうね。あんたが作った武器ってやつ、私にも見せてよがめつい子だ。のんのん、そうはいかねえね。俺様が武器を出すのはバトルの時だけだぜ。ちっ、じゃああんたと勝負するなら見せてくれるの？勝負だ、笑わせねえでくれ。おめえみたいなベイビーとバトルしても俺様のソウルは燃えねえぜ。弱い者いじめの趣味はねえんだ。確かにな。分かったらホームに帰りな。あっさ、お俺もさ、俺そのドロップキック使いたいんですけどね。私が弱いものだなんてあんたの目って不思議だね。聞いたぜ、今のキックやるじゃねえか。キュートな顔に似合わずナイスなソウルを持っている。今の蹴り一発でやっぱ感じ取れるものがあるんだ。俺のアームがうずいてきたぜ。気安くベイビーなんて呼ばないでよ。私にはミントって名前があるんだから。ミント、グッドネームじゃねえか。カタカナ好きね。オッケー、お、レッツバトルだぜミント、おめえの熱いソウル見せてもらうぜ。とその前に、なんだ、チュートリアルかな。バトルの前にファイトマネーとして100ゴールド。ああ、なんでお金があるのよ。そういうルールなのさ。その代わりおめえかかったら賞金として1000ゴールド。マジか。金をかけた方がお互い真剣にバトルできるじゃねえか。つまり燃えるってもんよ。ああ、どうする、やるおい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 、マネーが足りねえじゃねえか。死ぬわあいつ、顔洗って出直してきな。マジで、あ、俺15ゴールドしかないっす、すいませんでした。お金耳揃えて出直してきますね。まあそれに、なんだっけ、報告まだしてないんですよ、パパに。パパじゃないですけどあ、また俺部屋間違えてる。ちょっと久々のプレイなんで、全ての人間の名前を忘れているんですけれども、だいたいいつもね、分かんなくないですよね、家どこだっけって。ここはホームですね、俺の家ですね。第二のホームのパパとママに会いに行きましょう。あ、今日は名前なんだっけ、エリーナだっけ、エレナか。ミントさんこんにちは。ん、ミントさん、あ、お部屋で待ってますよ。誰かともう喋りましたって書いてあったね。誰だったんだろう。あ、で報告行きましょう。ああ、ミント君無事に帰ってきてくれたか、よかったよかった。いや、謎解きに関してはね、申し訳ございませんでした。思いっきり単純なゲームなんで、多分ね、まあ、シナリオとかも見ると結構子供向けというか、ちっちゃい子向けのゲームなのかなという感じもしてます。無事ってわけでもないのよね、実は。これしかじかか。まあ、ただやっぱね、すごい面白いゲームらしいので、まあ、有名どころなのかな、楽しみにしております。よろしくお願いします。改めて、ベルとリュークという連中がティアラを盗んでいったのか。ほんと腹立つわ、今度あったら締めてやる。そう、ミントにはね、すごい俺も期待してるっていうか、彼女は彼女で世界征服するつもりらしいので、
彼女がどういう世界征服をするのかっていうのはすごい気になるんですよね。まあまあそう閣下しないで、盗まれたものはいつか取り返せばいい、それまではこのキューブを研究しよう。おう、キューブってまあいいや。ミント君が無事に帰ってきてくれただけで十分嬉しいさ。早く君が帰ってこないかと首を長くして待っていたんだ。期待しているのはその無事に帰ってくることなのか、そのお宝のことなのか。話したいこともあったしね。もしかして何か新しい情報？そうとも。私だってただ遊んでいたわけじゃない。足は足悪いんだからちゃんと直しなよ。ミント君が地下迷宮に行っている間に森のアトリエから持ってきた資料をじっくり調べ直してみたんだ、ユーノ。そしたら分かったんだよ、遺産のありかが。やったぜ、かわいい、ミントかわいいね。ああ間違いない、遺産はすぐ近くにあったんだ。湖に浮かぶ湖水の遺跡にね。どこ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 、その遺跡ってどこにあるの？あ、そっか、ミントはね、こう違法の方だから分かんないんだよね。遺跡はこの町の近くにある大きな湖の中央に浮かんでいる。あ、ロックマンダッシュ感ありますね。誰が作った遺跡なのかは記録が残っていなくて不思議だったのだが、まさかエイオンの遺跡だったとは。じゃあその遺跡の封印をぶっ壊せば遺産が入っちゃうのね、手に入っちゃうのね。イエス、そうとも。そしてこのキューブは湖水の遺跡の封印を解くために作られたもの。出発よ。え？そのキューブがあれば封印を解けるんでしょ？だったらもたもたしないで今すぐ遺跡に出発よ。ああ、ついについに夢にまで見た遺産が私のものになるのね。遺産？いや、ダメだ。なんでだよ、まだ重大な問題が残っているからね。何よそれ。確かにキューブを使えば封印を解除できるだろう。うん、全然問題ないじゃない、キューブはここにあるんだから。でもこのキューブどうやって使うんだい？え？見たまえ、取っても蓋も説明書もない、ただの四角い塊だろ。だからキューブなんじゃないの。こんなものどうやって使えばいいのかまるで見当がつかないんだ。え、なんかその遺跡にさ、グーってグイって押し当てればいいんじゃないの。思いっきりぶったたいたら手の方が壊れそうね。さてどうしたものか。さても何もないわ。遺跡の場所も突き止めた、封印を解く鍵もここにある。なんとかしてキューブの使い方を調べる方法はないの。あの人に頼めばひょっとしたら。あの人だけはどうも苦手だ、関わり合いになりたくないな。誰のこと？ん？魔導士メルという人物がいてね、森の向こうにアトリエを構えて研究をしているんだが、なんというか常識を外れたセンスの持ち主でね、お近づきにはなりたくない。他の人ならいざ知らず、メルに頼むのは気が進まないんだ。メルティーナとか名前なのかな。でもそのメルって魔導士に頼めばキューブの使い方わかるんでしょ。だったら行くしかないじゃない。その通りなんだがね。だがミント君、ひとたびメルのアトリエに行けば君も考えを変えると思うがな。こんなところに来なければよかった、ああきっと後悔するぞ。行かなきゃわからないわ、私が行ってくる、遺産のためならどこへだって。わかった、ミント君に甘えてばかりですまないが今度もお願いするとしよう。アトリエへの道を教えるよ、それと湖水の遺跡がある、え、湖への道もそんないっぺんに教えてもらっていいんですか。よろしく頼むよ。一度だけメルのアトリエに行ったことがあるよ。恐ろしい場所だった、私はメルに会う前に逃げ出してしまったよ。なんだろう、どんな錬金術してるんですかね。あれ、メルルのアトリエってあったんだっけ、ゲームとして。ミントさんお疲れ様、お仕事はかどってますか。ねえレナ、メルって人知ってる？これからその人のとこに行くんだけど。メルさんってファンシーさんのことですね。知ってますよ、ファンシーさん。面白いとこですよ、ミントさんも気に入ると思います。どういう場所なの？それは見てのお楽しみです。ファンシーメルさん、とっても面白いところ、親子でちょっと会話の内容というか隔たりがありますね、意識の差に。そしたらまず装備というか
このゲームシステムはよくわかんないですが、モンスターを売りましょう。まずはモンスターを全部売ると、あ、これさ、前回前々回にかなり溜め込んじゃったんで、相当お金は潤沢なんですよ。幻の酒、これなんかあれ、あ、売れるものなのか。売りますか。売っちゃっていいんじゃない。あ、なんかキーアイテムだったりするのかな。だとするとちょっと嫌かな。で、ブロンズ系はこれは買えるんだよね。で、すでにもう物が買えなくなってしまったと。この辺のものは特に何もないのか。で、おまけにさ、これほんと回復アイテムとか何もないんで、メルじゃないや、ミントはさ、持てるものっていうのはほとんどないんですよね。ほんとコインしかなくて、まあコインも結局ね、倒れた時に使うものなんで。ご用はカウンターにいる者にお申し付けください。これ何屋さんなの。宿泊、いや結構です。あれ、あ、やべえ、間違えちゃった。お金使っちゃった。あ、でもお金いっぱいあるからいっか。お、夢見席、なんだろう、夢見席、アイテム、夢見石か。これなんかさ、何かで見れる、あ、見れない、あー、リンダキューブは説明があるんですけど、このゲーム説明ないのかな。やましょう、無駄に。むにゃむにゃ、かぼちゃが来る。なんだ、お猿が穴に入っていったぞ。夢見石、あ、またの利用をお待ちしてます。ありがとうございます。無駄に金使ってしまったよ。あれは何か暗示している夢見石を見ると、夢を見ることができるのか、正夢になるのかな。お、その酒、失われた幻の酒、その酒2000円で売っていただけませんか。もちろんだ、ありがとうございます。ん、これからも珍しい品を見かけたら声をかけてください。珍しいかどうかはちょっと俺にはね判断つけられないんですが、やっぱこういうアイテムあるんですね。売らないでよかったよ。よし、じゃあ準備は整ったので、ハンサム マッチョマンのところに行ってちょっとバトりましょうか。どの程度ね、やつが強いのか値踏みしてみましょう。こちらもレベル自体はね、上がっているというかね、やりすぎてしまったので自信は、あれ、あ、おお、ミントじゃないか。バトルをしに来たのか。あたぼうよ。まず100ゴールド、賞金は1000ゴールド、やるぜ。 OK、 確かにいただいた。レッツバトルだぜ、ぶっ飛ばす。ん、見せてやるぜミント、この俺様が丹精込めてクリエイトした武器を。二刀流か、そのままシルバーブリーズ、ただの剣じゃない。そいつはどうかな、バトルで確かめてみな。おっと、お、回転している、回転剣舞6連。お、9、あ、1しか効かない。リールで、じゃあちょっと変えましょうか。バーナーで地獄の豪華を、その身に。結構強いですね。あ、ガードしてんのか。なるほどね。あー、ガード、相手だけガードできるの汚いですね。あー、飛び蹴りがね、やっぱ圧倒的に強いんだよな、このゲーム。なんだ、なんか火事というか、ベンチにダメージ入ってる、それとも犬か、犬にダメージが入ってる。やだな。あっと、あ、犬の方ロックしちゃうな。あ、なるほどね。あー、どうやったらこうかな。あー、反撃が来ちゃうな。うぐぐぐぐぐ、私が負けるなんて。ナイスファイトだったが修行が足りねえな。もう一回バトルしよう。
構わねえがファイトマネーを、まあまた100ゴールド、焦る必要はねえ。俺様はしばらくこのタウンにいるつもりだ。鍛え直してチャレンジするんだら、ネクストチャンスにトライアゲインだぜ。次に出た時はボコボコに。遺産だ、ミト。遺産を手に入れて、その遺産の力でボコボコにしよう。俺たちならできるさ。あ、こっちは港町か。ま、改めて新しいイベントとかはあるのかな。静かな港だろ。活気があるのは船が来た時だけさ。まあ、静かなところもいいですよね。っていうか、あまりうるさいところよりは静かなところとかの方がいいですよね。まあでも景色が綺麗なところとかはさ、そう静かなところって人がまあ集まったりとかするんで、結局ねうるさくなっちゃうかもしれないですけど。俺体力は大丈夫なの？あ、1になってるから MB も切れてる。一回休んでから行くしかねえな。でまあいつものごとくね、 AMP は回復していないので、まずは、あ、カローナの森も行けるのか。ちょっとさ、その前にサブイベントじゃないけど、ちょっとそういうのやってみてもいいかな。基本的にはやるつもりないんですけど、あ、ここか。あ、ちょっと邪魔なこいつらだけバラしましょう。バラしてから、おー、こういうのができる。そんなね、がっつり探索するつもりはもちろんないんですけど、なんだろう、ここチャレンジ部屋かな。今さら、あ、くっそ、あ、強い、みんな強い、やめてくれ、はめ下ろすのはやめてくれ、俺が許せなくなっちゃうから。あ、あ、そっか、こうなっちゃうんだよな。ロック敵をさ、ミントが攻撃したい方に攻撃するんで、そこがちょっと玉ねぎ傷になっちゃいますね。これしおれている。お水でもどうだい。おお、あ、あ、もっと欲しいのかい。あ、なんだ何が必要だったんだ彼に。ただ俺はもう攻撃はできないからいいのかな。彼が喜んでくれれば俺はそれでいいけど。これさ、俺永久食らってんじゃないか。よし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 、 MP が欲しいですね。よいしょ、あ、取れ、 OKOK。 これはどこに繋がっているんだ。おお、どこに繋がってる。うわあ、そういうのもあるのか。これに何か意味があったのか。そういや、いくつかね、道ルートとかもあったのかな。あ、なんか縦看板がいくつかあるんで、もしかするとなんか敵の出方半端なくねえか。あ、なんだ、どうなんだこれ。あ、でも特に縦看板読めるわけじゃないんだよな。別に負けないんで、ね、いいですけど。それにしてもその変わらずに探索ができるっていうのもちょっとまあ珍しいというか。ああ、で結局こっちに帰ってきちゃうのか。エリアに戻りますかとかは、ああ、なさそうか。帰るだ。僕帰る。君帰る？帰る。ああ、帰る。あ、リンダキューブじゃん。リンダキューブはまだね、カエル出てきてませんけど、リュープリズムのカエルは相当優しいですね。ちゃんと家まで送り届けてくれる。基本的にね、まあ FF にカエルっていないんだっけ？トード。の魔法はあるけど、まあ、トード食らうと、うわー、なんて悪趣味な、
ファンシーにも程があるわ。え、いいんじゃない、なんかミルキーウェイみたいな感じで。別に嫌いじゃないけど。頭痛くなってきた。クラウスさんが嫌がんのもわかるわ。あの昔なんだっけ、忘れてた。原宿にあるモンスターカフェだったかな、一回行ったことあるんですけど、結構良かったんですけどね。あ、なぬ、妙な仕掛け。メルって人どういう神経してるんだろう。メル留守なの。メルはお出かけしてるからもうちょっと待つのだ。その間に僕たちと遊ぶのだ。なんだこれ、押し込んでる時だ。お前が遊んでいくのだ。ボールがゴロゴロで面白いのだ。はい、な、なに、え、お、ミニゲーム系ですか。おお、吹っ飛ばされた。お、なんだタイム、ボールがゴロゴロ、別に球を転がす、これさ、また球とか転がし出しました。あのね、ごめん、これ どうしよっかな。このゲームさ、止まるのか。ミント自体がちょっと止まっちゃうんで、こう空中攻撃するとブレーキかかっちゃうんで、ちょっと危ないんですよね。あ、球を転がさないといけないのか。やっぱ好きなんですね。あれ、でも行かないぞ。俺の思った通りに球が、ほら、あ、めり込んじゃうのか。ただ何回も挑戦はできてるみたいなんで。あー、なるほど、球が転がるから、あの好きなタイミングで当たらねえんだけど。あー、めり込むんだよな。 どっちにしろ めくるにしろ、めり込むにしろ。待てここだ、よいしょ。ちょっといや、これね、むずいですわよ、お嬢様。一筋縄じゃいかねえな。押し込まれる。ちょっとね、魔法変えよっか。バルカンにして、射程が伸びるやつとかないのかな。よいしょ、よっ。あ、射程が伸びるっていうか、長いやつもあるな。バルカンでいきましょう。あ、ちょっと、なるほどね。これをちょっとこうやってやってあげて、あ、ちょっと、このベイビーにさ、めり込むときとめり込まないときが あるんだけど、それ嫌なんですけど。ほっ飛ばないでやんす。え、あれかい、あの ベイビーはぶっ飛ばさないと。いや、飛ぶな、飛ぶんすよ、ちゃんと。なので、あれですね、あの、ま、真上から行かないとダメだね。斜めって言うと行かないかもしれないし、普通になんか行くような感じもするんだけど。あ、ま、あのね、まずジャンプを早めに出さないといけないんで、着地狩りをするのはちょっとやめてほしい。いや、これちょっと待って、すっげえ難しいんだけど、どうしよう。ガチガチで難しくねえか。あの星ってさ、相殺できるのかな。ここだってどうやってやるのっていうね。まあいいや、殴って、よいしょ。あー、飛ばない。どうしよっかな。あの左押してからだと飛ばないことがあるんで、ジャンプを優先で押しましょうか。左ジャンプじゃなくて、おまけにキー入力は右です。どけ、ジャンプ右でやるとこうなるみたいなので、まあやるんだったら同時入力で
ょっとやってあげないと危ないですね。で攻撃を食らっても前入力してれば一応こうそれこそ俺自身をミルクマスコとか可能なので、よっよし邪魔だ、よし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 、オッケーオッケーオッケー。いやこれさ、だってあらかじめやめろ、落下はいけない、これはいけない。よしオッケークリアか。おお、キノコ坊やを叩くのだ、叩けば点が入るのだ。引っ込んでいる時に叩くと仕返しされるので気をつけるのだ。え、時間がなくなったら終わりなのだ。ハイスコアは500点なのだ。それ以上取れたらいいものやるのだ。始めるのだ。うー、ああなるほど、そういうことね。うれうれ、あやべ、ああなるほど、うえうえうえうら、あで仕返しもね別に当たらないんで大丈夫だね。これさ、そうだね、これでいいんじゃないか。あー誰を撃つかはミント次第。えでもさ、これ俺の HP ないしで反撃がさ遠いん、ちゃんと狙え、反撃が届かないんで、あーおしまいなのだ。ブロンズコインありがとう。これ悪さ全然できますね。で俺はこれでいいのか、とりあえず。あーなんか言いたい、話したくない奴がいる。君は僕と遊ぶのだ、ブランコがゆらゆらで楽しいのだ。じゃあ遊ぼうか一緒に。俺はもう遊ぶの大好き人間だからな。とにかく寝て、とにかく遊ぶ、よく寝てよく遊ぶ。そうしないとね、あの生きてる意味を問われるんで。でもね、うまいとは言ってないんだがこれは。あっこいつどうしよっかな。ちょっと待ってね、空中で魔法打てないんで、あ当たるからちゃんと、うん、よっ。あのね、操作系は確かに素直なんだけど、横がやっぱね怖い、うん、横がすごい怖いんだよね。あちょっと厳しいっすな。うっ当たんねえかこれ、うん、あちょうど当たんねえようにできてんのかな。当たってくれ、よいしょ。あ上に来ない、あーでミントしゃがまねえんだ、許せねえ。ああキノコ坊やなんだね、いはあマジかよ。楽しいゲームだね、うん、よっ。ちょっと待ってよ、もう自分の足叩いちゃうよ、怒りを表現するのに。いやで MP どんどん切れてるから気をつけないと。ほよし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 、ほあいいぞ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 、うっ、危ない、よしよしよし、一応ぶん殴っとかないとな。にゅっ、あー端っこか、バカ復活すんなよ、ほよっ、よし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 、えっ、いや、ほお前お前正気かこのゲーム、うん、よしよしよし、いいぞ、ここだ、よし、時間はなくなっちゃうけどそれどこじゃねえんだよな。はっ、危ない、いや、うあ、喋れない喋れない、よしよし、やったぜ、ったく手こずらせやがってよ、危なかった。降ってくるボールをどんどん取るのだ。同じ色のボールを取ると点が高い。黒いボールを取ると点数が減っちゃうのだ。時間がなくなったら終わりなのだ。任せろ。ハイスコアは500点。いいものをくれる。始めるのだ。
黒いボールじゃなければいいんだね。あれってかさ、俺さ、今更なんだけど、このさ、アイテムを取っている音、取得の音ってキングダムハーツと一緒じゃね？うわっ、爆発するとは思わなかった。あ、おしまい。まあ、スクエアのゲームなんで、あ、スクエア、まだスクエアの時代かな、スクエアにのゲームなんで、あれですけど、キングダムハーツっぽい音、効果音も遊んでいく。ラッパがプップクップーで愉快なのだ。あ、遊びなさい、遊びなさい。まあ、今更ですけどね、なんかなんとなく。なんていうんだろう、なんかポッポップでキラキラしてる感じの音が。全然楽しくないんだけど、プップクップーが。あ、鳥さん強いね。で、直接攻撃っていうか、ダイレクトアタックがね、許されないけど、ちょっとなんでですか、先生。やめろ、やめろ。届かない。よっと。これなんだ？よっ、あ、ごめんなさい。ちょっとね、あのね、ジャンプがちょっと難しいな。で、このリングっていうのかな、武器の範囲がね、すっごい広い。どうやってあそこは行きたいんだ。一回立ち止まるか。こうギリギリのね、ジャンプっていうのがちょっと見るとあんまり得意じゃないみたいなので、そこは、まあ、こっちでね、調節というかケアしてあげないといけないのかな。あー、ちょ、うー、そんなバカな。ちょっと待ってね、このゲームって、うっそ、ちょいジャンプないんだけど、ちょいジャンプないのに、あれしかジャンプできなかったっていうこと、それ自体が俺にとって罪なんだけど。あー、ちょっと待って、傾くと、あ、え、どうしよう、傾くと、あの、そんなにジャンプしないんだよ。だからこれどうすりゃいいんだ、これ。お？ギリジャンでいけんのかな。よっ、あ、いけるんだ。え、結構ね、俺が思ってる以上にゲームがし、あれ？シビアぞ。あ、なになになに、進まない。こうやって漕ぐタイプか。それもジャンプが必要ですか。俺のサポートが必要なのか。よっ、お、あ、時間がない。あ、これ難しい。初見じゃ無理ですね、多分。あ、でね、ジャンプ攻撃はね、まあ、ここはしょうがないけど、範囲がすごい短いので、よっ、まあ、それはしょうがないですかね。まず、こう。で、こう。あー、これもね、端のブロックに行かないとダメですね。端のブロックの半分まで行かないとちょっと怖い。OK。うっ！いけない！これはいけないタイミング！よし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 。丸いのを踏むとラッパがプープップクップーで鳥を脅かすのだ。なるほど。まとめて、あ、脅かすと点が高くなる。時間がなくなるか、頭に止まったら終わり。頭？うん。まあ、やってみよう。おい。へや。へや。はや。おう。はや。ちょ、まとめてっていうのは意味、よくわかんないですけど。あ、そういうことか。縦に並ぶのね。で、ジャンプする必要はあります。で、
今ちょっとやったのが、あぶれ、ああおしまいなのだ。踏まなくて、なんていうのかな、その場にそのスイッチに近づいてジャンプするだけで踏んだことになってるんで、なんか悪さはできるかもしれない。一応やれることはやったかな。何分？36分。一旦区切るか。